ーダーレスはデジタルアートを通して境界のないアート群によるミュージアムです。から出て移動し、他の作品とコミュニケーションし、影響を受け合い、他の作品との境界線がなく、時には混ざり合います。このようなアート群によって、境界なく連続してつながっていく一つの世界を作り出しています。重力に逆らうような動きをするさまざまな光の物体に立体的に埋め尽くされた空間がとても心地よいです。この空間によって私たちも自由にさせられる感じがします。チームラボボーダーレスのホームページにて事前にチケット購入することができます。あるいは当日に購入することも可能です。はい、ではチームラボいかがでしたか？めっちゃ綺麗でしたね。ぜひインドネシア人の方々もこちらに来て体験していただきたいなと思います。ではまた。